天のくれげ日記始まるよ。どうも天です。今回は NCT のちびぐるみ取りに行きました。お、なんか良さそうだけどね。これ初日なんだけど、なんか山積みに入ってて、ニコケ。いや、これはなかなかいい設定じゃないでしょうか。2個とかいけちゃう。あんまり持ち、あんまり持ち上げる力自体はないよね。引っ張り出して、あとちょっと、ちょっと2個取りやってみよう。無理かな。無理だな。1個を確実にいった方がいい。あらら、これはいったでしょ。はい、ということで今回ね、これはびっくりしましたね。あのお店に行って、本当はもう少しね、なんていうか厳しめのジェミニとかだと思ったんですけど、いや、まさかの山積みということで、しかも多い時はワンプレイで2個ぐらい落ちてきたりもしたので、これは正直ビビりましたね。ナムコさん限定でこんなに取りやすいとは思ってなくて、っていうかむしろこれナムコさんじゃなくてもかなり取りやすい方じゃないのかなというふうに思いました。なので、あの多分お店によっても全然設定が違うので、なんか一つのお店行って取れないなと思ったら別のお店をね見てみるのもありなんじゃないのかなというふうに思いました。ただまあ、あの他の人がやってるのを見てると、うまく頭をつかめなかったりしたらこう全然持ち上げたりしないので、なんかこう隣に物があったりすると厳しいみたいですね。隣に別のぬいぐるみがあって、こう2個ぐらいぬいぐるみをキャッチしようとしてしまうと、まあ、厳しかったりっていう感じなので、まあ、できるだけこの頭をねしっかり、あのぬいぐるみ1個の頭をこう掴む感じ、複数掴もうとすると失敗しちゃうみたいな感じでしたね。そういう感じの設定でした。いや、でもこれは本当に驚いた。びっくりしたもん。まさかこれに入ってるとはみたいな感じで、僕もねあんまり来ないナムコさんだったので、
近くのねナムコさんが入荷しないということだったのでちょっと離れたところまで来たんですけども、まあ、今回は本当にこっち来てよかったなというふうに思いました。多分いつも行く方だとなかなか厳しかったんじゃないかなっていうふうに、多分下手したら3000か4000ぐらいの確率の設定だったりすると思うので、いやいやいや、はい、まさかこんなに早くコンプできるとはということでね、僕も助かりました。NCT のちびぐるみはまた別のが6月に導入されるので、それもね狙っていこうとは思ってるんですけども、いやどうかな、次来た時も同じ設定になってるかちょっと心配なんですけども、あまりにもね取られすぎちゃうとちょっと設定が変わったりなんてこともあったりするので、まあ、そのあたりはちょっと心配なんですけども、また6月もこっち来るかな、こっち来るかな、別のお店も見に行ってみてもいいんですけど、まずはこっち来て設定を見てっていう感じにしようかなとちょっと思いました。ただ先ほども言ったんですけども、全部の店舗が同じ設定ってわけではないので、動画見てちょっと行ってみようかなっていう方も、近くのナムコさん行ってみて全然違う設定だったっていうことは全然あると思うので、そこだけはねちょっと気をつけた方がいいのかなと思います。ただ僕が今回ね来たナムコさんみたいにこう簡単なところは簡単になってるので、ちゃんとだから、まあ、時間のある方はちょっと難しいところで3000、4000かけるよりも近くのナムコさんを3軒、4軒ぐらい回ってみていいところを探してみるっていうのもいいんじゃないのかなというふうに思います。まあ、今回は本当に僕がたまたま運が良かっただけなので、他のお店だったらどうかな、2000から3000ぐらいは見といた方がいいと思います。1個で、まあよく言えば4000ぐらいは考えておいた方がいいと思うんですけどね、確率来るまで4000ぐらいは考えておいた方がいいとは思うんですけども、まあ、2、3000ぐらいで1個取れるかなっていうぐらいの心構えで行ってみるといいんじゃないのかなというふうに思います。全然1000ぐらいで取れてもそれはもう有料設定だと思うので、はい、多分普段クレーンゲームやらない人が多いと思うんですけども、まあ、そのぐらいの気持ちで行ってみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。テンゲームズではゲーム配信もしてますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。